こんにちは。お金をもらうのは悪いことですかというテーマにしましょうか。あの、国会議員の給料とか文通費が高いということでね。例えば国会議員さんの給料が毎月200万ぐらい出ている。文通費と言われているものが毎月100万円支給されている。しかもこの文通費は領収書などはいりませんよってことなんで、まあ、あの、つかみ金になってるわけですよね。で、これに対してちょっと庶民感覚から離れてるんじゃないのかとかね。 国会議員さんの給料って大体ね、いろんな4つぐらいの所得があって、経費とかね。で、1人当たり1年間1億円だそうなんですよ。で、この1億円がね、もらいすぎなんだとかね、それから国会議員だけ特権だとかね、いろいろとありますんで、まあ、自主的に一部を返納している国会議員さんもいるんですよ。さあ、果たしてでも、国会議員さんが給料たくさんもらって、何か悪いんですかね私はね、 最初はちょっとね、嫉妬心からもらいすぎだと思ってたんですけどもでも待てよと思うんですよ国会議員さんが給料をたくさんもらえばもらうほどそのお金は間違いなく民間に対して使われるんですよねってことは国会議員さんが行く料亭、居酒屋、乗ってる車、お住まいになる家その他細かい買い物、スーツ、乗ったタクシーすべて民間の売上所得になるわけですよね 民間が豊かになるんじゃないかなと思うんですよ。でも国会議員さんが。例えばね。その所得を。半減すると。間違いなく民間に対して使うお金は減るんですよ。民間は豊かになりますかね。誰か得するのかなと思っちゃうんですよね。もちろん国会議員さんが。たくさんのね、毎月三百万ぐらいの給料をもらって。で質素契約して。もう使う金額は毎月十五万ですとか言ったら。残りの。二百八十五万は。 貯金に回っちゃうんですよ貯蓄に回ってその貯金残高が増えても増えても民間に対して使われないんでこれはほとんど意味がないよねってことになっちゃうんですよねだから国会議員さんは毎月もらった給料をバンバン使っていただいてねで、まあ、課税がされない文通費みたいなのはもうきっちりとまるっと使ってもらって1円も残さずに使ってもらって民間業者を潤してほしいなと思いますよねそれにね。 たくさんの給料をもらってる人がその給料を減らしたところでもともと単なるだから嫉妬心なんですよだからあの給料が高いことってのは自分に対して高くなくても誰かが給料高くもらってるってことはやっぱりたくさんお金を持ってる人がいるからそこに対してのビジネスやサービスも生まれて。 他の人が二次的に所得を上げることになりますしね。そうするとその二次的に所得を上げた人もお金がいっぱい入ると当然使う金額増えるんでその人の周りまでやっぱりねお金がどんどん流れていくってことになって誰かがやっぱり真っ先にお金持ちになってそのお金を使ってくれないと次にお金を手にする人が生まれなくなってくるんですよね。でみんなが質素倹約しちゃうとお金全然回らなくなって 誰もビジネスうまくいかないし収入が上がらないってことになっちゃうんでやっぱりね誰かがねお金をたくさん稼がないといけないんですよね。でお金を稼ぐセンスのある人がまずお金を稼いで稼ぎ方を周りに教えたりしっかりと使うことによってお金を循環させて世の中をちょっとずつ豊かになればいいのかなと思いますけども猫も借所も安いものばっかり売ったりとかね安いものしか買わないとかねうんそんなことになると本当に安い世の中できちゃうなと思うんですよ。 ですので、うーん、まあだからね、ある意味ね、お金を稼いであげる、お金を使ってあげるみたいな、偉そうな気持ちではないにしても、そういう形になるんだろうなと思いますけども、いかがですかね。まあ、吉谷さんもいっぱいねあの、シアターのシステム買ってますけども、確かに、その商品を売ってる会社っていうのは助かりますよね。それにつれてそれれれにて、を配送する会社も、 儲かるわけですよね配送する会社が儲かればその配送するトラックを設備運営するところもそれからそのトラックを運営するためにね、えー、ガソリンを売ってる会社もやっぱり儲かるなというところで誰かが商品を買うことによってもう無数のね助かるる人っていうのが生まれるわけですよ最近私ねメルカリで CD 買ったんですよ男組ね あこの CD が例えば3,000円だとするじゃないですか当然この CD をいらないやつって出した人も儲かりますけどもメルカリもその3,000の1割300円儲かるわけですよねそしてこの CD を運ぶ運送会社も何がしかの利益を手にするわけでみんな万々歳ですよねでお金を払った私もこの CD を楽しむということでで使ったお金もきっちりとこうやって回収できるってことで みんなハッピーですね。みんなハッピーやった。やったぜ。いってらっしゃい。